いや、今触ったね。今当たったね。ああ、今触ったな。そう。触ったね、ちょっと。長さがメーターあるかな。多分90ぐらいだと思う。あ、ないね。82、3。いや、せん、多分。うわ、外れた。外れた。GoPro のセッティングしちゃった。ごめん、バラした。ああ、固定カメラ。やっちまったな。まあ、そこそこのサイズだと思います。そんなちっちゃいサイズじゃなかったと思います。もう何してんの、もう。結構ね、ショック受けました。サワラ1本だけだったんで、くそー。あ、ということで、もう日も沈むんで、今からカゴ釣りをします。で、カゴ釣りの本命がマダイなんで、さっきの借りをね、返していけたらいいなと思います。夜もね、寒いんですけどね、忘年会の魚を釣ってこいと言われてるんで、頑張ってやっていきたいと思います。それじゃあまた会いましょう。なんか釣れそうな気がする。無風だし。じゃあやっていきます。なんか釣れた。なんか釣れたよ。カサゴかな。何これ。フグやん。
クズは食えんよ。最悪。クズやった。塩が全然動かんのよね。今釣らん方がいいな。ちょっと飯でも食おう。はい、フグ。なんか釣れた。アジやね。まあまあでかいアジ。これ泳がそっか。はい、夜のカゴ釣りなんですけど、風がね、北東やったんやけど、東風がめっちゃ吹き込んできてからね、ちょっと釣りにならないですね。爆風でね、風切り音入っとうかわからんけど、ちょっと GoPro 7は風切り音の対策がすごいんで、ちょっと伝わんないかもしれないですけど、風めっちゃ強いんですよ、これ。白波はめちゃくちゃ立っとうし、左殴りの風みたいな。で、めちゃくちゃ寒い。風裏に入るつもりが風もろに食らっとう、今。もう朝が来るのを待つだけという夜釣りになってしまいました。餌もね、めちゃめちゃ余った。ほら。寒い、マジで。もう寒いんで、磯の散歩っていうか、歩き回ってね、体温めんとこれ。きついね、寝ようにも。時刻が6時19分ってことで、カゴ釣りはですね、爆風のため釣りができませんでした。忘年会の魚ね、サワラ1匹ですね。このサワラ1本のみです。ごめんなさい。参りましたね。あとね、めちゃめちゃね、寒かった。夜は本当帰ってよかったね。いや、マジで寒い。風がずっと当たり続けて、指先はもう感覚がないですね。早く船に乗って、車に乗って、お家に帰ってあったかい電気布団にね、くるまりたいですね。はい。ということで、少ない釣果でしたが、ご視聴ありがとうございました。目玉